能登半島地震被災者支援小型仏壇無償提供に共感いたします。ありがたいことにですね、そう言っていただいて、上天草市龍ヶ岳町 T 様、こちらの百年仏壇、国産百年仏壇、輪島漆器のルーツで活かしました、輪島漆器の技術で作っております、百年仏壇、ご注文いただきました。 誠にありがとうございます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が転職、った後期でございます。2023年、えー、1月の8日、今日は月曜日、えー、5時46分の朝動画でございます。昨日ありがたいことにですね、神山草市からご来店いただきですね、えー、こちらの 国産百年仏壇ですねご注文いただきました神山草氏の T 様ご夫婦でご来店だきました本当にありがとうございますあの実はですね、えー、ご親戚の方が当店から購入いただいておりますで、えー、まあお宅に行こうかなと思ってまあもよそも回ろうかと思いましたと正直な話ですねであのネットで検索したらやっぱお宅のこの地震の支援の動画を見ましたとではあやっぱよかなってやっぱ この人から買わんばいかんばいちことでですねご来店本当ありがとうございますあの T さんはですねこちらのご注文の利益からですねこちらの被災者の方にですね小型仏壇無償提供って形でですね 熊本から全員の無料の支援ですね。あの、まだ今、皆様方はですね、食料とか、もう水とかですね、肌着とかそういうのただですね、しばらく経って落ち着かれて、例えば仮設住宅とかに入られた時には、今度はこういう心のケアですね、心の安らぎとして、お仏壇が必要になられるかと思います。で、そういう皆様方にですね、無償提供。あの、人吉ールの時には400 無料でで、提供しております。でそういう形のその司祭あのまあそういう形でですねありがたいこういうご支援でですねこのそういう善意の輪が回ってまいります本当ですね神天草氏、龍ヶ岳町 T 様本当にありがとうございますこれをお礼を申し上げますであの今月末に納入ですね あの、まあ、あの、お仏間が大きいございます。で、昨日、あの、午後から上天草市の方にお伺いしてですね、お仏間を見せていただいて、家紋もですね、丸に四つ目菱という素晴らしい家紋でございますね。で、それをお仏壇の上の方に取り付けて、あとですね、お輪にもこうやってですね、24金象眼で、 おりに掘り込みますカモンをですねまそういう形で今週今月末にですね納入の運びとなりましたもう本当にありがたいです助かりますあのやっぱりですね あのーまあ、クラウドファウンディングとかも今週募集になりますけどですねやっぱり足らないんですよね、<laughs> やっぱりですね、ですからそういう話でですねこうやってもご支援いただけるとですね今度はそのこ,のこちらのお金、T 様からいただいたお金から今度はですねそういう形でこう全員の輪を回していきたいと、やっぱ T 様もおっしゃいました、あの地震でいかんばかん言うとってもいかんけんが、こうやって物を買うことによって支援に回したいって、経済の,あのサイクルを回したいとおっしゃっていただきました。 まあ、もう素晴らしかなーって。もう本当にやさいいご主人様と優しい奥様でいらっしゃいましたですね。はあ、この方々、偉いかなと思いました。はい。えー、和島支援で注文します。神山草市龍ヶ岳町 T 様。もう神の心だと思います。心身ですね。心より尊敬申し上げます。 ご親戚がですね、えー、当店の100年仏壇を15年前にご注文いただいております。ありがとうございますで。そのご親戚の方からのご紹介というかですね、買うならあそこから買いなしてみたいな形でありがたいお言葉をいただいております。で、予想は回らずに来ましたと、永田社長を応援しますと、あのやはりあの人吉号被災者支援小型仏壇無償提供。で今回、えー、あちらのですね、輪島の地震のですね被災者支援小型仏壇 無償提供、まあ、そういう形で、これからも頑張ってまいります。はい、えー、和島自身被災者支援物資無償提供、これですね。ですから。 あの、この動画を見ていただいた方でですね、ご親戚の方とかで、向こうに被災者の方がいらっしゃる場合にはですね、ご連絡ください。電話番号はこの下の方に出てきますのでですね、出てますと思います。ですから、24時間電話受付で、あの、ご指定のご住所のところに送りますので、よろしかったらばですね、住民票を1通ですね、あの、まあ、同封いただけると本当助かります。で、まあ、まあ、ない場合にはもうしょうがないですからですね、よければ、あの、区長さん、町内会の区長さん、 なんかもしくはあのそう例えば避難していらっしゃる場合にはそのあの責任者の方あの例えばこう体育館なら体育館の責任者の方に一筆書いていただけるとありがたいですはいまあ、それからです、ね、それじゃあ住所のほうですねこちらの これは葬儀理性霧のお仏壇でございますね。新品をお届けします。1年間の無料保証つきますので、ちょうどお位牌とか写真、家いいがですね、収まると思いますので、まあ、そういう形であのこちらをお送りさせていただきます。まあ、それはまあ横に置いといてですね、本当にあの長くなりましてすいませんね。上天草市、龍ヶ岳町、T 様。心よりのですね、ありがたいご注文でございます。 本当に助かりました。改めて心より熱くお礼を申し上げます。はい、ここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運を終わってん、お祈り申し上げます。